チャンプ島は、北極海の一部であるバレンツ海に位置する諸島である、ロシア連邦領、ゼムリャ・フランツヨシファ中心部に位置する島である。この島は、チーグラー極地遠征隊の救出隊を率いた、ウィリアム・ S ・チャンプにちなんで名付けられた。2006年には、100年前に使用されていたスキー板の残骸が島内のトリエスト・岬で発見されている。 島の面積は374平方キロメートル。海岸線の長さは90キロメートル。島の南西部には氷河に覆われていない地帯が広がる。島の最高地点の標高は507メートル。チャンプ島は、ゼムリャ・フランツァ・ヨシファの一部をなすジキーラントという、当初軍の最南端に位置する。北のルイージ島、北東のソールズベリー島とは、狭い海峡によって隔てられている。 西側に広がる海峡は、イギリスの極地探検家、アルバート・ヘイスティングス・マーカム提督にちなみ、マーカム水路と名付けられている。またこの島は、コンクリージョンという現象によって形成された球場の石が散在していることで知られる。その大きさは、数ミリから大きいものでは、数メートルのものもある。ありがとうございます。